こんにちは、あまねデザインです。今回はこちらのシラヤテックのシンプルという UV レジンを使ってこのエレゴをサターンで印刷をしてみて、普段通りの印刷が可能なのかということを検証してみたいと思います。以前のメガネの制作動画っていうのがあるんですけど、その中で視聴者様がコメントでいただけました。普段シラヤテックを使ってるってことで結構いいよっていうことで、普段はこのエレゴー社のプリンターを使ってるので、同じくエレゴー社の水洗いレジンを使っていたんですけど、これが最近 amazon.co.jp 売ってないですね。白と黒が在庫切れで手に入らないということで、ちょっとどうしようかなといろいろ探していた結果、このシラヤテックのシンプルという樹脂にたどり着きました。これは水洗いレジンではないんですけれども、アルコール分が 15% 含んだ水で洗えばいいよってことで、まあ意外と手軽かなと、まあ、そこら辺も結構気に入りました。あともう一つ気に入ったのがお値段で、こちら1リットルで4000円ですね。こちらのエレゴーの水洗いレジンは1リットルで5000円しますので、まあお値段も結構いい感じということで、ただ色が選べなかったですね。これグレーなんですけど、ブラック、クリア、ホワイト、グレーの4種類があって、Amazon で売ってたのはホワイト以外の3色でしたね。それ以外の3つ全部値段が違くって、グレーは4000円だったんですけど、クリアが5000円だったかな。でなぜかブラックは8000円ぐらいとかって、結構値段の変動もあるみたいなんですけど、まあ、グレーはとにかく安かったんで、まあ、これでそれなりのいいプリントができるんであれば今後も使っていきたいなということで、今回これを検証してみます。こんな風に使用する前によく振ってねと書いてあります。はい、続いてこのまま開封していきたいと思います。はい、振ったのでちょっと泡立ってますね。匂いはですね、エレゴーの水洗いレジンよりも結構少ないですね。そして粘度も結構低くて、結構サラサラとした液体という感じですね。はい、液体の感じはこういった感じで、グレーなんですけどそこまで黒っぽくないっていうか、黒に近いグレー、まあチャコールグレーとかって言葉もありますけど、そういう感じっていうよりは結構白に近いグレーみたいな、まあ、ニュートラルな半々ぐらいの白と黒の間ぐらいの普通のグレーっていう色合いですね。そうしましたらこのデータをプリントします。はい、印刷が終わるまで15時間かかるということで、15時間待ってみてその結果を見てみたいと思います。それでは印刷が終わったので出来上がったものを見てみたいと思います。ご覧の通りかなりいい感じで印刷ができてます。はっきりと出力されてますね。個人的には好印象です。続いて洗浄の工程に入りますが、水の中に 15% 以上のアルコールを含んだ方がいいということで、まずは水を入れます。続いてこちらが約 75% で薄めてある、いわゆるどこにでも売っているアルコールスプレーですね。はい、いかがでしたでしょうか。今回はこちらの
シラヤテックのシンプルという 3D プリンター用のレジンを使って印刷をしてみました。エレゴをサターンで問題なく印刷できるのかということを検証してみたんですけれども、ご覧の通り普通に印刷ができて個人的には結構好感触です。 100% のその IPA とか濃度の高いアルコールじゃないと洗浄できないというものに比べるとやはりハードルが低くて気軽に使えるなという印象を受けたのでですね、今後もこのシラヤテックのシンプルという商品はですね継続して使っていこうかなというかなり好印象です。はい、よかったら何かの参考にしてみてください。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。